続いては中国のチャオ・キャンジュンです。長拳に続いて2種目目の優勝を狙います。1人が3種目までエントリーができます。この武術のアジア選手権、27歳西安体育学院で武術の先生をしていますチャオ・キャンジュンです。この人の特徴はどんなところでしょうか。はい、ご覧のように、力強さ、それからスピードが彼の身上ですね。はい、目まぐるしく動きます。1回の演武の中に、はい、いろんな、根術の使い方の技を組み込んでいるわけです。器具というのはですね、はい、用途に応じて槍の場合には突く、払う、剣の場合には打つ、払う、絡める、さまざまな目的があるんですが、それを単純な動きを繰り返すのではなくてですね、非常に複雑な技をたくさん組み込んでいるということで、内容が非常に豊かだということが言えるわけです。はい、そしてその技の流れそのものは自分で組み立てるわけですね。はい、全く自分で得意なものを組み立てていくわけです。はい、中国のチャオ・キャンジュンでした。どうでしたか。そうですね、このご覧のように、息つく間もないような連続技、はい、ジャンプ、こういう動作が続くわけですが、しかも、体自身は崩れが起きない、自分の、動きを自分で完全にコントロールできている、はい、しかも動作の決まるところはしっかり決まるという武術の基本から外れてないわけですね。はい、これがやはり、彼が連続チャンピオンを取っている、実力のあるゆえんだと思います。はい、9.60 という高い得点が出ました。2種目目の優勝です。個人総合チャンピオンに一歩近づきました。そして日本の林学選手が4位、高浦武史選手が5位と健闘しました。